えー、今年のです、ね、1月21日のニュースにです、ね、江頭2時50分さんのです、ねえー、ニュースが流れましたあの、まあ、ネットニュースが流れたんですけどもグーグルからです、ね、謎のプレゼントが来たなんかグーグルから急にで,す、ね、でかい箱が送られてきたと、えー いやいや、まだ縦とかそういうのじゃないはずだしと思って開けてみたらですね、なんかあの変なアート作品、意味のわかんないアート作品が入ってて、まあさすが江川シさんだから、グーグルから来たプレゼントとは言いながらもですね、なんだこれわけわかんないよとかというふうにまあいろいろ語ってたんですけども、YouTube のですね、まあ Google 内の YouTube チームと呼ばれる人たちはこういう謎のプレゼントっていうのを時々 その、ユーチューバー、優秀なユーチューバーに送るらしいんですね。ヒカキンさんもなんか過去何度かもらってるらしいんですよ。セーターもらってたり、いろんなもの貰もったり、プレゼントするんですね。で、江頭50分さんがそれで言うにはですね、いや、なんでこんな送られてくのかわかんないと。そういえば、ちょうど1年ぐらい前も謎のプレゼントがあったと。その時は、そのセーターだったらしいんですけど、江頭さんのところにね、セーターを送られたと。 なんで去年の1月、そして今年の1月にそんなわけのわかんないプレゼントをくれるんだと。で、まあ、これがちょっと評判になったんですね。で、僕はあの、こういうのがあると、仕組みを考えるのが好きなんですよ。仕組みっていうか、なんでそうなのかなっていうのを考えるのが好きで、 こう、そんなぞ推理してみたんですね。まあ、で、結論から言うと、僕が推理したのは、あと、その、Google の、Google Japan に勤めてる知り合いに確認して話してみたところまであるので、ちょっとこの話そこまであるあ、ちょっと長い目の話なんですけども、実はですね、江頭さんですね、あの、3ヶ月ぐらい前、1月の3ヶ月前だから、多分去年の10月か11月ぐらいだと思うんですけども、あの、収益化停止処分になってるんですね。サブチャンネルの方が。 メインチャンネルではなくて、僕と同じように、なんか非常に態さいのやっぱりいがしゃとも、考えるんですね。あんなことやってると、<laughs> あの、サブチャンネル作っとかないといつか本チャンネルが、あの、赤本されるかもわかんないぞとか、収益停止されるかもわかんないぞと思ってサブチャンネル作ってたんですけど、そのサブチャンネルが、あの、えー、3ヶ月前に収益停止になったと。で、今は復活してるんというふうに、その1月は言って、今は復活してるけど、もうしばらくないで生きた心地がしなかったと。 で、江頭さんはその時に YouTube!Google! とこんなわけのわかんないプレゼントを送るぐらいだったら俺のサブチャンネルを停止すんなよとか、あのアカウント停止すんなよとか収益化停止すんなよというふうに訴えてたんですね。で、僕はこれこそがプレゼントの原因ではないかというふうに考えたんですね。えー、つまりですね、Google Japan の社内に江頭さんの隠れファンがいると。その人は個人的にすごいファンで江頭さんを 守りたいんだけども、も,もちろん Google Japan の社員ですから、本社に対する影響力みたいなものはないですね。で、その人個人の判断でですね、江頭さんにプレゼントしたんじゃないかっていうふうに考えました。これからその理由をあの説明しますけども、あの、 アルゴリズムのですね、ルールを見破ったからじゃないかっていうふうに僕は思っています。アルゴリズムのルールの一部ですね。あの、収益停止とかアカウント削除っていうのは最初に言ったようにですね、Google USA、アメリカ本社で決められた謎のアルゴリズムでですね、自動的に行われてるんですね。で、えー、それはですね、その多分 YouTube 本社内の数人、または 十数人ぐらいのチームでアルゴリズムを考えて組んでいるわけなんですけどもですね、江頭さんの動画っていうのはもともとアルゴリズム的に言えば、いつ削除されてもおかしくない、いつ収益停止をされてもおかしくない、多分ギリギリだったんですよ。で、ギリギリで、まあ今のところセーフだったんですけども、なのでその Google ジャパン内の今回プレゼントを送った謎の隠れファンですね、X 氏はですね、いつも多分江頭さんのことを心配してたと思うんですね。 で、しかしですね、このアルゴリズムの変更はできないし、何よりこのアルゴリズムの細かい、何がダメで何が OK かっていうのは、Google Japan の社員ですらわからない。というか、本社の社員でもわからない。そのチームしかわからないような仕組みになってるんですよ。なので、江頭さんのアカウントを守るために何ができるのかっていうとですね、この、ま、守ること自体は Google 社員であってもできないんですけども、そこでその X さんが見つけたのがですね、アルゴリズムの抜け穴。 なんですね。あの、アルゴリズムの処理ルール内にですね、Google にとってこの人は有益な人だ、貴重な人だっていうパラメーターがあればですね、例えば乳首が見えていたらそれでですね、収益化停止になるはずなんですけども、しかしその処理をするときにですね、このアカウントは Google から過去1年以内に評価されているのかっていうサブルーチンがあるんじゃないかと。で、この、これがイエスなんだったら、あの、 いきなり削除ではなく警告という軽いものになるか、そういうあの軽い処理ルーチンになるか、または収益停止処分にするかどうかは1年後にもう1回判断しようっていうようなサブルーチンに切り替わるんじゃないのかというふうに僕は思いました。だからですね、その隠れファン X さんはですね、1年ごとに江頭さんに謎のプレゼントを送るんですね。何でもいいんですよ。プレゼントの内容は何でもいいんですよ。プレゼントすることだけが大事だと。 なんでかっていうと、このプレゼントは、ここはもうはっきり Google YouTube チームが発表してるんですけども、Google YouTube にとって貢献した人、あなたのチャンネルは素晴らしいと評価した人に送るプレゼントだってことなんです。ということは自動的に、その江頭さんのところには、2021年1月に評価したっていうパラメータがつくわけですね。で、今回また今年も送ったので、2022年1月に評価したというパラメータがつくんです。よ。 で、これの面白いことは何かっていうと、プレゼントを送ると評価したっていうパラメータがつくんですけども、これをですね、その、プレゼントを送ること自体は、実は YouTube の中では、Google の中では合法行為なんですね。誰に送るのかおそらく数人のチームに任されているから、だからそれに関しては別にチェック入らないと。こんなことしちゃダメだという人もいないし、それを罰するルールもないと。 ただ単に、その削除プログラムですね。さっき言った、こいつのアカウントを停止する、削除する、収益停止するというような、あの、なんだろう、サブルーチの中に、そのパラメータを1個入れるだけで、江頭さんのですね、本チャンネルを1年延命することができる。そういうふうにですね、この、なんだろう、あの、アルゴリズムを見抜いたんじゃないかなというふうに僕は思ったんですよ。で だから隠れファン X さんはですね、1年ごとに謎のプレゼントを江頭さんに送るわけですね。目的はプレゼントではなくて収益停止アルゴリズムから江頭アカウントを1年間守るためです。だから1年ごとなんですよ。でないと去年の1月、今年の1月とほとんど同じ時期に送るはずがないんですよね。で、あの、これまあ裏技なんですけども、この僕の推理が正しいかどうかっていうのは、 来年の1月にもし江頭さんにまた謎のプレゼントがあれば多分そうだと僕は思います。出ないとおかしいんだもん。その他に毎年毎年同じ時期にプレゼントもらってる人って僕ちょっと調べたんですけど YouTube はですね、いないんですよね。で、これをですね、さて答え合わせとしてですね、知り合いのですね、あの Google Japan の社員にですね、確認してみました。 で、かなり長い僕の説明になったんですけどもとりあえずその人が答えたのは「すごいと」と「全く否定できません」というふうに言ったんですね。これどういう意味かっていうとまず「すごい」っていうのはいかにもグーグルらしいというかありそうな話ではあり次に「否定できない」っていうのはですねそのグーグル内部の人間として聞いても説得力がありすぎると。で もう、おまけにこれが違うよって否定できるのは、その X さんという当事者か、もしくは Google USA 本社のですね、あの、アカウント削除、アルゴリズムを作ってる数名のチームしかいないと。で、それ以外にわかんないからですね、あの、違うというふうに言えない岡田さんの推理を違うというふうに言える人は地球上に存在しないと。で、なんでかというと違うと言っちゃったらアルゴリズムの 秘密を自分たちで晒すことになってしまうからであり、あとその Google ジャパンの社員が江頭さんの守るためにそんなことをしたのかとかですね、してないのか、誰がそれを送ってんのかっていうのをさらこそことになるので、Google としては岡田さんの推理に何一つ反論することができない。おまけにすごくありそうな話だっていうふうに言ってもらったんですね。で、まあ、ああ、面白い都市伝説を俺は一個作れたなというふうに。<laughs> 思ってるんですけど、<laughs> あくまで都市伝説なんですけども、なかなか面白い、あの、なんだろうな、論理の組み立てかなと思いませんか <laughs> 理屈遊びみたいなもんなんですけどね。あの、柴田さんのですそのあの国発言というかですね、今そういう言葉狩りの国というか、世界になっちゃってるようなに関しては、ちょっともうちょっと真面目に考察してるんですけどもですね、そっちの方はプレミアムの方で、あの、やや,やこしそうな話なので語ろうと思います。 最後までありがとうチャンネル登録してってね。